花山とお二山、奈良県庁より、撮影春日山は、奈良県奈良市、春日大社の東側にある標高497メートルの花山もしくは西隣の標高283メートルのお二山の通称。お二山を、先山、花山を、奥山と区別する場合もある。また、両山及び、吉山などの連邦の総称としても用いられる。古くから、 カンナビ山として数敬され、特に平城を経営と因後は、朝廷から尊ばれた。例えば、県東氏は、出発に先立ち春日山の付近で、天神賃儀を祀って、後悔の安全を願ったことが知られている。768年に、藤原長手が、祖父、不比とゆかりの春日山のふもとに氏神である、春日大社を創建した。藤原氏の勢力新長とともに、 春日山一帯に対する藤原氏の支配が強められ、841年には、春日大社の新域として、狩猟や伐採が禁じられた。春日大社の新大産とみなされるようになった、春日ガ山は、春日大社及び近接する、幸福寺の管理下に置かれ、春日山に自生する榊を根こぎして、春日大社の神霊のより代である、春日神木と称して、 幸福寺や春日大社が豪走する際には神木を押し立てた。また、山岳信仰の修行場、旧の霊場として幸福寺をはじめとする奈良の僧侶たちからおもんじられ、春日山石窟物など古代から中世にかけての多くの仏教遺跡が残されている。また、神山として摂政禁断が守られてきたため、広大な原生林が今日まで残されており、 ことならの文化財の一部として、世界遺産にも登録されている。お二山標高297メートル、三笠山とも表記する。山陽が傘を伏せた形をしていることから名付けられた。山頂の浮雲峰は、768年、春日大社の祭神である、竹三一命が、藤原氏により誕生され、白禄に乗り降り立った場所とされ、元宮神社が祀られている。 万葉集にはこの山を詠んだ歌が多くある。公安の三笠の山に泣く鳥のやめばつがるる恋も、するかも、山部赤人、万葉集三3.373また安倍中丸が、中国から日本を思い詠んだ歌は100人一首にも、選ばれよく知られる。天の腹振りけ見れば瞬実なる三笠の山に、出でしつきかも、安倍中丸、古今集、館9.406六江戸い以降は、 北隣の若草山が、その山荘の山容から、三笠山と呼ばれるようになり、国土地理院の地図においても若草山、春日山と表記されるなどを混同されるが、1935年、高人新能の三笠宮の宮号戦士に際して、三笠山と若草山との区別は半然としている。ありがとうございます。